チャンネルはい皆さんこんにちは本日も大人気企画をやっていこうと思いますわ、うん、かりやすく堀江さんに皆さんがちょっと知らないことを解説してもらう「教えて堀江さん」の中でも大人気企業解説でございます、はい、本日解説していただく企業は JAL でございます はい、僕ドライ納豆好きなんですよねえドライ納豆ドライ納豆え知らないの私わかんないです、えー、嘘でしょ多分納豆に興味ないからかもしれないですその食べようと思ったことすらないから俺初めて好きになった納豆食品はドライ納豆ですえそれ機内で食べれるやつですか機内で食べれます<ー>ドライ納豆くださいって言ったら、うん、納豆嫌いでも食べれると思いますよそれを本当に納豆がドライになってるんですかそう えー、でもちょっと小ぶりのちっちゃい豆がちょっと塩味が効いて、えー、塩味効いてるんですね塩味効いててちょっとだけこうかすかに納豆臭がするんだけど、うん、嫌じゃないぐらいのうんジャルドライ納豆 <laughs> 普通にあの、はあ、ネットでも買えますよあそうなんですね、はあ、まあちょっとわざわざ買う勇気はないですけどいやいや俺は本当に納豆そんな好きじゃなかったのにドライ納豆はあこれ食えると思う 酒のつまみに最高ですよ。じゃなくて企業解説ですいやいや、だって、うわ、ドライナット大事じゃないドライナット大事なのいや、ほら、だから、その寺田さんみたいに知らない人もいるわけじゃない確かに、確かに。いますね。うん。まあ、国際線とかじゃないと出ないからね。ドライナットは。あれ、あとなんかカップ麺ってちょっうどんですかい。うどんだうどんですかいうどんですかい。そばですかい。ラーメンですかい。やっぱそうですよね。ジャルですよね。はい。ありますよ。 ありますよね、はあ、国際線乗れば食べたことはないんですけどえマジでないです美味しいよ、まあ、あまりやっぱりこうねもう国際線で結構だからドライナットとか、うん、そ,う,そのうどんですかいとか食うの好きだよ、ね、とあとねラウンジのカレービーフカレーあーよく聞きますそれは確かにラウンジカレーラウンジカレー JAL は大体それかな <laughs> ちょっと待って それで、今、まだ3分ぐらいですけど、それで終わることありますいや、ないですけど。<laughs> え、それは食品に力を入れてるってことですかいや、全然全然。そういうわけじゃないけれども、なんか、やっぱり世界のエアラインの中でも、まあ、ユニークかなっていう。アナより、よ、よりそういう商品が多いよね。商品開発力が高いっていうか。ね、ドライナットみたいな商品開発ができるのはすごいよねって思いますね。ただまあ、JAL っていうのは、本当にひどい会社で昔は。 ひどい会社。ひどい会社だったんですよ。すよその昔はいつ頃を指しますか。えっとね、1900まあ、うん、もう2000年代以前かな。ああ<ー>、うん、バブル直後ぐらいですか。ままではもう本当にあんまりいい会社ではなかったんですよね。できたのはいつぐらいですか。えっと戦後ですね。戦後。1950年ぐらいです、ね。うん。 まあご存知だと日本は1945年に戦争に負けますよね。そうですね。で、負けた直後から、その GHQ によって日本国籍の飛行機は飛べなくなったんですよ。うん、なるほど。うん。日本国籍の飛行は禁止されたんですよ。うん、日本国籍の飛行機の飛行は禁止されたんですよ。うん、で航空機の製造も10年間ぐらい禁止されたんですよね。 要は日本って、要は愛禅国であった時の一番大きな痛手になったのかそれだし、でも実はそれは表裏一体で、多分、トヨタ自動車とかホンダとかの話のところに出てきたと思うんだけれども、航空機の製造をしてた人たちがみんな自動車を作り出したんですよね。まあ、例えば、中島飛行機って会社は、その後、プリンス自動車っていう、ね、一部の人たちはプリンス自動車ってのを作って、で、それが日産に賠償されて、 富士重工もね、スバルの富士重工も昔は飛行機作ってたわけですから。まあ飛行機の生産っていうか、そこの技術者たちがみんな自動車、うん、飛行機が作れなくなっちゃったんで、10年間。で、それがたまたま、まあレシプロ機ってまあプロペラ機ですね。からジェット機に変わるぐらいのじ時代だったんですよ。戦闘機ももう第二次世界大戦末期にジェット戦闘機とか出てきたわけですよ。うん、まだジェットの、あの、ジェットエンジンの技術っていうのはできたばっかりぐらいの 感じで、やっと実用化、戦闘機で実用化がされて、その後、まあ1940年代からの後半ぐらいから、あの、普通に民間機でも使われるようになった技術なんですけど、ちょうどその時に日本はジェットエンジンの製造ができなかった。まあ要は飛行機が作れなかったんで、ん日本の航空機産業っていうのはほぼ崩壊したんですね。だから今でも、 翼とかエンジンの部品とかそういうものは作ってんだけれども、うん、インテグレーションする能力がないから、うん、日本ではライセンス生産以外、まあ戦闘機とかのライ,センスライセンス生産とか以外で民間の旅客機ってもう作られてないんですよね。あの自衛隊とかで飛行艇とか独自で あの例えば新明和工業っていうところは作ってたりとかするんだけど、まあ、あとはもう三菱重工とか作ってるのは全部ライセンス生産ですね F15 とか、うん、そういう,こう戦闘機のライセンス生産だったりとかして民間機は YS11 っていうプロペラ機以来もう日本では作れなくなって、うん、まあスペースジェットって MRJ って言わ,れ言われていた三菱重工の飛行機も結局頓挫してますよね。うん、試作作機は作られれたんだけれども えー、量産機は作られなかった。で、ホンダも、えっ、ー、と、アメリカで作ってますね。ホンダジェットは。えー、で、まあ、あの、当然航空会社も禁止されて、えー、1950年、えー、51年か、えー、サンフランシスコ平和条約で日本の主権が回復してから、日本で航空会社が認められるようになるわけですよ。えーはい、それで設立されたのが、えー、日本航空。 なるほどただまあ何社かがこう免許を下ろしてくれってなったんでそれをもうじゃあお前ら一緒にやれと、うん、いうことであの日本政府が半分出資して残りは民間企業は出資して半官半民の航空会社として作られました日本航空は。いわゆるナショナルフラッグキャリアって呼ばれるそうナショナルフラッグキャリアって、うん、その国を代表する。うん あの航空会社、まあ、例えばドイツだったらルフトハンザとか、うん、あのフランスだったらエール・フランスとかあのイギリスだったらブリティッシュ・エアウェイズとかあるじゃないですか、うん、タイ航空とかそういうのが JAL ですね日本航空、うん、ただその日本航空が設立されたぐらいの時期って日本もどっちかっていうと左翼化していった時代で、うん、学生運動とかも,ものすごく盛んで、うん、その… 組合の活動とかがものすごく激しかったんですよ。<ー> JAL は組合が4つとかあるんですよ。で、そのまあ組合員の人をモデルにしたその小説が山崎豊子さんっていう人が書いた沈まぬ太陽っていう小説があるんですけど、そこに出てくる恩知さんっていう人はまあモデルがいるんですけど、実際の。うんうん、その人はその第一労組の初期長をやっていて、うん、会社側と、うん 激しくやり合って、<う>あの、左遷されるんだけど、本当にナイロビとかにいたんですあの人。モデルになった人は。そこの回読み、は読,み読みました、読みました。その第1章、第2章で、うん、アフリカ編っていうのから始まるんだけど。うん、ああ、そうだそう言ってた。最初は、パキスタンのカラチってところに飛ばされる、うん。カラチだそう。そうだカラチに飛ばされて、うん、でも、パキスタンのカラチには、 日本航空の飛行機は行ってるんで、まあ、ニーズはあるんだけど、うん、ケニアのナイロビは飛んでないですからね。うん、飛んでないところに行って、うん、新規開拓しろみたいな。で、銃を持ってなんとか。あ<ー>、ね、それでまあ、もうなんか心がすさんで、んであの、まあ、ハンティングが唯一の趣味みたいな、ちょっとおかしな人になってたんだけど、 っていう話です。で、あの、本当にだから、そのモデルになった人が、第一労組の初期長だったんだけれども、会社とバチバチやりあって、うん、あの、うざいから、会社側は第二、第二組合を作ったんですよね。それで作ったんです、ね、そう、そういうの、いわゆる五用組合ってやつなんだけど、当時みんな、その、労働運動に対して会社側はすごく嫌だったわけじゃないですか。だから、いろんな解決策を考えて、まあ、会社側の意見を、 あの、まあ、要は、なんていうのかなこう、なあなあにできる。ああ<ー>。そうん、給料のベースアップも、ベースアップのことベアって言うんだけど、うん、戦え、会社と断固、で、ストライキも辞さない、みたいな感じで、ゴリゴリやられたら困るじゃない、うん、だから、第二ロースを立ち上げて、そっちをマジョリティにすれば、うん、もう第一ロースの言うことなんか聞かなくてよくなるから、あ<ー>少数派になっちゃうからね。で、会社はそうやってまた左遷をしたりとかするわけですよ。うん、露骨にね。 なるほど。JAL はね、確かね、最初のその日本航空だけで4つぐらい組合があったんですよ。その第1労ス、うん、2> 第2労ス、基調組合、客室乗務員の組合とかなんか、うん、あの、あって、結構めんどくさいんですよ。うん、労働者対策みたいなのが。で、まあ、半官半民であることもあって、その、まあ、純粋な民間企業よりもそういったものに気を使わなければいけなかったりとか、うん するんで、あの、そういうふうになったんだと思いますけれども、その後、実は、えー、あれは1990年代かなに、あの、東亜国内航空っていうところと、まあ、東亜国内航空じゃないもうと、もう当時は JAS になってますけど、うん、日本エアシステムと合併するんですよ。JAS って覚えてないですか ?JAS!JAS! 日本3位、3位の、あの、航空会社だったんですよ。 だから JAL アナジャスってのがあったんですよそで,でその JAL と JAS は合併するんですよ<ー>合併したらこの JAS の組合も入ってきて多分組合7個ぐらいあったんですよ、ね、そこにもあったわけですよねそうなんですよだからねめちゃくちゃ大変だったんですよ<ー>であのまあ半官半民であの「鎮まん太陽」に描かれてる通りですけれども、うん、まあ結構1980年代にいっぱい事故を起こしてるんですよ 国際線でも事故多分2回ぐらい起こしてるのかな ?1900、これは、えー、80年ぐらいかな ?1980 年ぐらいに、80年か81年ぐらいに、あの、羽田沖事故ってのを起こしたんですよ。羽田沖事故はい。あの、羽田空港に着陸する時に、うん、着陸した後逆噴射ってやつの知ってます あの威力を弱めめるためにあスピードを遅くするためにその噴射を後ろじゃなくて前にするっていう、うん、それを逆噴射っていうんだけど急ブレーキをかけるみたいな感じで逆噴射ってのやるんだけど、うんうん、機長がミスってというかちょ,ちょっと頭がおかしくなって、うん、あのまだ着陸する前に海の上で逆噴射しちゃって墜落したんですよ。うん なんかアルコール依存症だったかなとにかくなんか薬とかアルコールとかの影響で頭おかしくなってあ本当におかしくなってたんですねそうで機長<ー>が「逆噴射!」とか「やめてください機長!基調」みたいな副操重視がが残ってるんですかそう,う<わ>だからもう当時の多分流行語大賞みたいな感じでした逆噴射小学校3年生の時だったかなへえー あるんですね、ううね。そううい事件が3分の1ぐらい乗客亡くなられたんじゃないかな多分<ー>でその3年後ですよ、うん、は小学校6年生の時今でも覚えてますけど、うん、御巣山の,、うん、あの事故ジャ,ンボジャンボ機が墜落した事故あれが決定的でしたねそれも静まの対応ではい静まの対応で出てきてる、はい、あの事故は、まあ、もちろんあれは修理したボーイングも悪いんですけど、うん あの、圧力隔壁っていうのを、その、大阪、伊丹空港かなんかで起こした、その、汁持ち事故によってその圧力隔壁が破損していたのを、その、修理をしたんだけど、それ修理が、まあ、もう今は全、全特化しなきゃいけないルールになってますけど、強度不足で、金属疲労ってを起こして、相模湾沖で圧力隔壁がボーンって吹っ飛んで、で、はい、垂直尾翼と水平尾翼が失われて、 火事が効かなくなくったんですね。圧力核壁要は、えー、と飛行機って1万メートル以上飛んでるんで、はいはい、まあ要は富士山より飛んでるわけですよ富士山登った時わかるでしょ気圧どんどん下がっていくじゃないですかうん、うん、息苦しくなってきたりとかするでしょ、うん、もう全然息吸えないじゃします、うん、そう気圧が下がってんですよ、うん、0.7気圧とか、うん、富士山の頂上ぐらいだと。 パンパンになりますもんね。いろんな袋がね。そう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 ,そう、うんで。あれと同じように、あんな風になったら、飛行機のね、中にいたら苦しいじゃないですか。うん、そうですね。なので、あの、ちゃんと、あの、気圧を保ってるんですよ。ただ、まあもちろん、一気圧にすると、ものすごい構造を強くしないといけないんで、まあ要は風船が膨らむみたいなもんなんで、飛行機がでっかい風船みたいなもん,なんですよ。うんうん、だから、0.9とか、だ,だから、ほら、飛行機離陸すると、うん、耳が、こう、 スーンとするじゃないでもうあれすごいなるタイプなんで、うん、毎度、ね。であれ着陸する時どんどん気圧上がっていくんで耳がこうやって締め付けられたりとかすると思うんですけど、うん、あのそれをだから一2になってる、うん、その圧力隔壁っていうのがぶっ壊れたわけですよね、うんあ。それの衝撃で垂直尾翼と水平尾翼がなくなると火事が全然効かなくなるんですよ。うんうん 水、垂直尾翼ってのは、いわゆる、こう、ラダーっていうやつで、あの、船とかの火事と一緒ですね。<ー>だから、方向こう。ありますね、船にこうやって動く、そうそう。ついてるやつそうそうそう。うん。で、あと、水平尾翼っていうのは、エレベーターって言って、うん、あの、高度をコントロールするものですね。<ー>あと、主翼にエルロンっていうのがついていて、こいつがこう回転軸を制御するんですけど、<ー>エルロン以外全部破損しちゃったんで、全くコントロール効かないんですよ。 だから、まあ、唯一コントロールできるとしたら、左右のエンジンの出力をちょっとずつずらすとか。でも、それだと高度は変えられないんで。まあ、フラップっていう、その主翼についてる、まあ、補助翼みたいなものの上げ下げとかで、なんとかコントロール。まあ、できないんだけどね。風とかに負けちゃうんだけどね。ぐらいしかできなくなってしまったってことですね。そうん、そういう状態で、相模湾で、えっと、羽田に帰ろうとしたんだけど、まあ、それは良くなかったですね。もう、 名古屋とかそっちの方に行っちゃった方がよかったかもしれない。あの、まあ、風に結局やられて山に突っ込んで、大阪、うん、山に突っ込んで、うん、ま、さらに悪かったことに、もう登山道もないような、もう卑怯なわけですよ、うん、あの山は。うん、地元の人ももう滅多に立ち入らないというか、ほぼ誰も行かないような場所にあったんで、今みたいに GPS とかもないから、えっ、ー、と飛行機がどこにあるかも分かんなかったわけですよ。 うん、この辺でレーダーから消えてるな、みたいな、ぐらいしか分かんないですよ。その描写あったことはない。しかも、しかも真夜中、もう夜,うね、夜中だったから、分かんなくて。で、あの、次の日の朝まで。だから、まあ、すぐ見つかってたら、もしかしたら、もうし少し助かってたかもしれないけど、まあ、4人しか助かんなかったと。うんうん、まあ、今でも覚えてますよ。 で、まあそういう事故を起こしたりして、もう評判が地に落ちて、経営状態はどんどん悪くなるにもかかわらず、組合の人たちは相変わらずそのストアをやったりとかするわけですよ。あと、その、要は年金とかのあれもあるしね。年金。年金、まあ割と年金が手厚いんですけど、企業年金ですね。あ<ー>公的年金だけじゃなくて、その企業年金だったりとか、そういったものの支払いとか、あとマイレージのマイルだったりとか、 まあいろんな負債がたまって経営状態もどんどん悪くなって、うん、でジャストまあ合併したんだけれども業績は上がらずさらに社内大混乱みたいな感じになってで最終的に経営破綻するんですね。なんかそれはそ<う>なんかこう片隅の記憶にあります。実、うんうん、実際実はその、うん シズマン太陽に描かれているような腐り切った、その、半官半民の傾向率の悪い会社だったんだけれども、で、労働組合も強いし、みたいな会社だったのに、あの、まさにその、シズマン太陽の4章5章で出てくる会長室編っていうのがあるんですけど、あれは実際には金棒かな金棒から送り込まれた。 あの、会長さんが、うん、あの、会長室ってのを作って経営改革に乗り出すんだけれども、結局社内の抵抗勢力に潰されて終わりましたっていう。<ー>っていう話なんですよ。まあ、あの、沈まぬ太陽では最後、その、悪どい経営幹部が、あの、東京地検特捜部に逮捕されるみたいな話で終わってますけれども、まあ、JAL は、実際の JAL は腐ったまんまで、うん ずっと腐り続けて、最終的に、会社構成法っていうのを申請して、潰れるんですね。で会社構成法っていうのは、結構、どうしようもない会社にて適用される、倒産の中でも、割と悪い方の倒産なんですね。というのは、普通は民事再生法っていうのでやるんですよ。民事再生法、会社構成法、破産みたいな。もう破産ってもう何にも残んな、ね、い。 なるほど。で民事再生とか会社構成っていうのは資本注入をして、うん、で、あの、会社を、まあ、会社の事業自体は傷んでないから大丈夫みたいな感じでやるんだけど、民事再生だと大体5%から10%ぐらいはその債権者に戻ってくるんです、お金が。うん、その、それは、えっ、ー、と、会社を引き継ぐスポンサーがそのお金を払うんです。でも、JAL の場合は、ほとんど戻ってこなかったはずです。 債務多分1%とか、1%未満だったはずです。うん、で、も資本ももう、あの、減資して100、100%減資だったかな。100%? ト。あ、もうつまりだから既存の株主には何も残んないみたいな。ああ、そういうことか。で、新しいスポンサーが入って、はい。で、まあ、最近亡くなられた、あの、京セラ創業者の稲森さん、稲森和夫さんが経営再建で入ったんですよ。うん。JAL は。でも、そういう、こう、 年金の問題とかも全部会社構成法で全部、債務帳消しですからね。うーんまあもちろん年金に関しては、その個人に所属するものなので、あの100、100%カットしたわけではないみたいですけど、まあある程度、その人たちにも泣いてもらって、うん、組合とかそういうのも全部整理して、うん、で、あの、申請ジャルとして、えー、生まれ変わったんですね、JAL は。 いや、さすがに会社構成を申請して潰れたんで、うん、それはやっぱりやりやすいんですよ、そのリストラとかも。<ー>うん、なるほど、うん。やっぱ、やっぱ組合強くて、うん、あの、昔からやってる会社とかだと従業員簡単にクビできないんですよね。うん、だけど会社構成本を申請してる時点でもう会社はビにできるんですよね。だから、いらない社員みんなクビにして、年金債務カットして、うん、みたいなことをやって、やっと生まれ変わったんですよ。 だから事業、あの、ちゃんとした会社に生まれ変わらせればできたんだけど、うん、今までの負の遺産を結局何もできなかったんですよ、それまでは。うん、そう。労働組合も強すぎるし。うん。で、それを全部カットして、稲森さん入って、まあ、経営の神様と言われた稲森一夫さん入って、JAL、うん、を立て直したんですね。うん、はい。まあ、いろいろマイナーなことをいろいろやったんだけど、うん、まあ、割と良かったなと思ったのは、あの、 じゃあ、ちょっとい、ね、えば鶴丸ですね、こういう。あのマークって、はい、その末期はなかったんですよ。うん、え、末期っていうのは、会社構成法の直前ですか、うん、そうそうそう、はいあ。なかったんですね。はい、え、なかったでしたっけこ,こ,れこれ。あ確かに、これはでも、今でもありますよね。いや、今はこれのはずですよ。あそっか。はい

そのなんのかな、こう安心感があるんだって、ね。これは。なんで鶴丸を使わなくなってたんですかね。まあ、なんかよくやる間違いよ、企業が。ああ<ー>、うん。なんかダサいとか、古臭いとか、そういう話じゃないの。ああ、そういうことだったんですね。うん。うんうん、だと思いますよ。なんか当時、そういうコーポレートデザインみたいなのが、あの。リブランディングみたいな、流行った時期なんですよね。うんうん、で、今風にリブランディングして。 鶴丸を復活させたら、やっぱ日本人旅行者が海外で、うん、あの JAL の鶴丸を見つけると安心するんです<ー>、うん。でも、そうだから稲森さんが社長になって、それで変わったんですよね。そこもリブランディングして、うん、昔の鶴る丸を復活させて。で、債務がもうバーンってなくなったんで、うん、で、今コロナ来たでしょ、うん、今アナの方が苦しいですよね。<ー>アナは経営破綻してませんからね。 アナは経営破綻してないんですよ。そっかジャルよりいい経営をしてたのにもかかわらず、うん、コロナで、あの、本当に存亡の危機に立たされた。じゃ、あちょっとアナはアナで語っていただきたいと思ってます。うん、で、まあ、あの、ジャルに関して言うと、そういう形で、その、リブランディングをして。すごくいい会社に変わりましたよね。うん、今はもう、すごくいい会社なんですか。あの、まあ、コロナで。 それはそれなりに傷んでますけど<あ>、はい、でもそれはしょうがなかったですもんね、うん、そう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 ,、うん、そういうところはありますねで僕は結構使ってるんですごくわかるんですけど、うん、もう以前よりかなり良くなりましたよねその CA さん,の,なんかその接客とかも含めてですけど、うん、あのなんかこう明るさとか、うんうん、あ昔ちょっとやっぱり踊んでたもんねだからアナにばっかり乗ってた時代もありましたね うん、一時期はやっぱりもう全然 JAL がダメで。うん、っていう時期はなんか JAL の飛行機って怖いよねみたいなのもあったし。あ<ー>やっぱ立て続けに事故が起こってたんで。うんうん、企業大使としてね。あと、あれですね。JAL といえば、大和なでしこですね。あ<ー>、はい、大好きでした。松島奈々子さんですね。大好きでした、あ,<ー>あのドラマ。<laughs> 大輔さん。 懐かしいですね。懐かしいです。あれはジャルですよ、ね。あ、あれジャルですか。うん、そっか。なんかもうジャルの C.A. はみんな見てましたね。高校行きまくってね、そ<う>玉の輿に乗ろうと頑張るんですよね。そう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 ,そう,うまあだから未だにあのイメージがあって C.P. には、うんまあ単なるあれなんですけどね、あのウェイトレスみたいなもんなんですけどね。 まあ、もちろん、その安全業務とか、もちろんあるんだけれども。うん、まあ、給料とか労働条件の割には、過酷ですよ。うんうん、でも、シー、はい、になりたいんです、憧れなんですみたいな、女子大生いまだにいますね。うん、やめとけよと、いつも言うんですけどね。あ、そうなんですか。いや、やっぱり、過酷でしょう。まあ、確かに、十何時間もね、空の上で。うん んかね割とヒールっぽい靴履いてあのところでタイトなスカート辛いですよ絶対タイトスカートヒールは履いてないのかないやでも若干あるよねありますありますあれでもだいぶきますからしかも気圧もあって足もくむしあと放射線もたくさん浴びるしねああそこですよね上空でねだから何もいいことないと思うんだけどよくよくやりますねみたいな。 見えるのはちょっとわかりますなんかこう<ー>やっぱ飛行機乗る時ってこうどこかに行くワクワク感がある時に見る方たちじゃないですかでもね今さらに、うん、あの飲酒の規制とか厳しくなっちゃってああれだなんかフライトの何時間前飲んじゃいけない,いうそう,そうであとなんかあのフライト中に飲んでる CA とか問題になったりしたじゃないですか。 あれも JAL だったじゃないかな、多分。ありましたっけあったあった。フライト中に飲んでて、うん、キッチンドランカーみたいになってる CA がいて、うん、まあそれが問題になったりとかして、うん、今もうめちゃくちゃ厳しいんですよ。うん、その、乗務員の飲酒規制が。うん、だから、出発の1日前とかかな、はもう飲んじゃいけないんですよね。だから、出張とか行っても、ニューヨークに行ったら2泊3日とか、うん、 あ一泊二日だったかなまあとにかくなんかニューヨークに入れるんですよね、うん、で飲みに行ったりしたいじゃんしたいできなくなりましたああかわいそうさらにコロナで大打撃を受けてああそうですねそう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 国際線もほぼなくなっちゃったじゃないですか確かにえだから今 JAL <や>とかの制度では JAL の CA から聞いた話でいうと沖縄に移住する制度とかあるんだよねほうそれは なえ移住すすると何がいいんですか要は、えーと、日本トランスオーシャン航空に出航みたいな感じになるわけあ。日本トランスオーシャン航空って、はい、旧南西航空っていう JAL ルグループの航空会社なんだけど、うん、要は親会社の JAL と JTA は、要は給料システムが違うわけですよ。ああなるほど。j a i r とか JTA とか、<ー>いろいろあるじゃないですか。a y r 日本とかさ。う あれ全部、例えば A 日本は ANA の子会社だけど、給料安いわけ、簡単に言うとね。あ、そうなんですね。そうそう、ローカル路線。<ー>で、多分日本トランスオーシャン航空は旧南西航空で、まあ沖縄路線をやってる会社で、給料安いんですよ。<ー>だそういうところに出向いけんみたいな <laughs> ああ、なるほど。まあだから、要は、その、なんでああやって子会社いっぱい作ってるかっていうと、安くは取りたいから。 そう JAL、ね、の給与待機より安いわけですよ g t a とかそういう JA とかそういったところってローカル路線を飛んでる人たちっていうのは給与も安いしもあんまりくそっかえ、うん、そのコロナでだいぶ飛ぶ便も なくなったし、うん、だけどこう出ていくお金もあって、それは今もう本当に。航空会社って負債として抱えている状態なんですか、ね。まあ、でも、そういったところに対して、は国とかが制度融資で。うん、その、まあ、緊急融資みたいなのをしたりとかしてるんで、うん、それはまあ。まあ、支えてはいるんだけれども、うん、今はアナの方が苦しいですよね。うん、なんとかなってますけどぐらいな感じだと思います。うん、さらに言うと、今航空会社、ジップエアーとしてる。 ジップエアって JAL 系の LCC なんですよ。ジップエアめっちゃ安いからね、今。ジップエアはい。ジップエアって航空会社があるんですよ。そうなんです。LCC を作ってるんですね。そう。これも、まあ、要は世の中、あの、世界の潮流なんですけど、うんうん、LCC のビジネスモデルにも行かなきゃいけないっていう。 ナショナルフラッグキャリアはフルサービスのエアラインなんだけど、ジップエアとかそういう LCC は、うん、まあ基本何もしませんみたいな。ああ、そうですよね。<で>サービスとかをできるだけ排除して安くそ、うん。そうそうそう。でも乗り遅れたら、もう1分でも乗り遅れたらゲートクローズしちゃうし、う救済措置ゼロですからね。僕も一回ピーチかなんかに乗ろうとして、1分遅れてゲートクローズしちゃいました、うんうん、ああ、そうなんですね、まあ。そんなこともありますね。 ただジップエアめちゃくちゃ安いよ国際線とか香港とかあ香港じゃ、うん、シンガポール便とかあるんだよねへえ<ー><と>でもなんかめっちゃ良さそうですよそうなんかご飯おいしそうですしそういいんですよジップエアとかへえこれも子会社として作ったわけですかそうですそうですそうですでまあ要はあのナショナルフラッグキャリア的なフルサービスエアラインとは別の受け方をするっていうとにかく座席を埋めてああ<ー>、うん で、サービス減らして、人件費減らして、運行コストを下げてやるみたいな。ああそうしないと、今もう生き残れない生き残れないっていうか、そういうニーズもありますよねっていう。うんうん、そんな感じじゃないですかね。なるほど。うん。あと、JAL はね、あの、ホテルとかもね、あったりしてね。あの、就航してるところにホテルを作ったりするのが、まあ、流行りでしたよね。まあ、そういうようなこともあり、うん、えーまあ JAL は、 まあ今は、かなりいい会社になりましたねっていうお話で、マトなれしこ懐かしいですね。ああ、で推しを学ぶとか出てましたねっていう。<laughs> ああ、でしたね。矢田キコさんと。矢田キ子さんと。んとあれで結婚しちゃいましたからね。ヤマトナなシしこでね。そうでしたね。うん、僕は矢田キ子派でしたけどね。松島奈々子さんではなく、うん、はい。矢田明子さん派ですね。もう純粋なね。そう。素敵な恋でしたよね。はい、矢田キ子さん。そう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 。うん まさかねあんなふうになるとはねということです以上ですか JAL は,い、は他に JAL で聞きたいことありますかええー、JAL なんだろうでもやっぱりなんか今の航空会社がどう運営しているのか経営しているのかっていうのはすごく気になってたんで、うん、やっぱもう国外海外に飛んでる リンが多ければ多いほどダメージを受けてるだろうなと思ってたんでそうですねうんだからなんかアナが一番気の毒だよね<う>昔国際線ほとんどやれてなかったのをすごい頑張って<ー>ジャルがダメになっていく中でアナはすごい頑張って国際線とかも拡充していったんだけどあ、アナが頑張ったのってそこだったんですかタイミングとしてはそうですね<ー>だからやっぱり圧倒的にアナの方が良かったですもんね それはサービスとかも頑張ってってことですかあとそれに加えて例えば羽田のね第二ターミナルって、うん、アナ専用に新しくできたんですよ。うん、でそのそれが目新しかったこともあり、うん、それもあったよね。で今回実は国際線に第二ターミナル国際線にも対応したんですよ。そうだったかも。そうなんです。今国際線羽田の国際線ターミナルは第三ターミナルって呼ばれてるんですよ。そうだ。そうなんですよ。 なんかこの前第二ターミナル福岡行く時に第二ターミナルで国際線云々言ってるなって思った記憶ありますアーナの国際線は実は第二ターミナルでできるような まあそれもあったんだけど、コロナで全然誰も注目しなかったんですけど。うん、で、そっから JAL は第一ターミナル、古い方のターミナル使ってたんで、ちょっとしょぼかったんですけど、最近リニューアルされて、第一ターミナルも結構の方が良くなってるかな。うん、こないだ俺びっくりしたのは、ボーディングゲートの目の前にセブンイレブンができてましたからね。うん、便利。めっちゃ便利。便利ですね、それ。めっちゃ便利。横になんか洒落たコーヒー屋さんもできてて。あ なんかね、良くなってんすよ。<ー>不思議とは。まあ空港もね、そういう民営化が進んで、特に羽田空港は、すごい有能な副社長さんがいて、うん、その方と仲いいんですけど、うんうん、その人はもう本当に普通の万年筆屋さんから転職した人が。万年筆屋さんからそうなんですよ。青山に万年筆屋さんがあって、あ、僕はあの、あ<ー>寺田さんが、あの、作家になられた時に、あの、お祝いでプレゼントしましたけど、<laughs> サインを書くように万年筆を。ありがとうございます。あの、頂戴いたしました。それがまさかあの、羽田空港あ、あの、そこの、その、青山の万年筆屋さんがあるんだけど行けてる。そこの社長さんが、なんか羽田空港の人に言われて、万年筆屋さんを作ったらしいんですよ。羽田空港に。その支店みたいなのも。そしたらそれが、実は売り上げナンバーワンになっちゃったんですよ。 なんかね、飛行機乗る時とかに、時間あって、万年筆売ってると買っちゃうらしいんですよね。うん、万年筆を、うん、ふと、うん。お土産とか、うん、プレゼントとかで。お土産はありますかね。うん、プレゼントいや、で、それで。はい。すごいねってなって。はい。スカウトされて、副社長やってる。ええー。そうなんですね、うん。もう、およそあんな半官半民みたいな会社に。うん 似つかわしくない方なんですけどでもその人がすごい頑張って、うん、今羽田空港ってすごいお店がよくなってますようん,うんあのエグザイルのお店とかあるの知ってます分かんないですあの空港ビルのあんまり行かない5階とか4階とか5階のあたりってショッピングモールになっててあ<ー>あの空港でトランジットとかで待ち時間がある人とかが結構行ってるんですよ国際線の方の,方国,内の方国内線の方ですか国内線の方ですか国内線のターミナルもすごいよくなって 実は知らないうちに国内線の方特になんかこうギリギリについて乗るみたいなことしちゃうから、うん、うあんまりこうでも実際地方の人とかが乗り継ぎで来たりとか,かものすごいそのあまり飛行機に乗らない人とかは時間に余裕を持って行くじゃないですか<ー>僕なんかは本当に頻繁に乗るから空港で時間過ごすことなんて国際線以外ではないんですけど <laughs> なるべくギリですよねそうなるべくギリなんですけど、ねはい、まあでもねあれ<ー>俺唯一 なんか中途半端だなと思うのはクラ,スめてしいよ、ね、クラス J って1,000円払ったら乗れるんですよ安,安いからすぐ埋まっちゃう、うん、あもっと高くしろってことですかそうです J を作るならうんまあでも ANA のプレミアムクラスもすぐ埋まっちゃうけどねでも確かになんか普通席埋まってないのにプレミアムクラスだけ埋まってたりとかするからあそこ埋まってるイメージすごくあります、うんうん だから、クラス J はもっと値段上げろって思うし。う <laughs> なるほどね。ん。なんか、なんか、やっぱ値上げに対して文句言われるからかも、なんのか知らないけど、プレミアム系の座席は明らかに足りないよね。あ,あそのクラス J が実は導入されたのは、JAL、えー、がダメになっていく時期だったんですよ。ああ、なるほど。うん、それまでは JAL と ANA はスーパーシート っていう、その、今の ANA のプレミアムクラスみたいな座席を両者とも同じぐらいの価格帯で出してたんですよ。うん、だけど、JAL はなんかと、土地狂ったのか、こ <laughs> の、クラス J を導入して、で、ファーストクラスってのを作ったんですよね。<ー>そう。なんか中途半端なんですよね。うん、そう考えるとこれよくスーパーシート乗ってましたからね、学生の頃。あ、学生の頃に乗ってたんですね。そう、昔ね、あの、多分みんな知らないと思いますけど、うん 学生割みたいなのがあったんですよ。えっ、ー、とね、ーーー名前、名前忘れ、スーパーシートじゃなくて普通の座席で。えっ、ー、とね。JAL に。いや、JAL もアナも。あ JAL もアナも。えっとね、スカイメイト。イイト懐かしいな、スカイメイト。イイト青少年割引運賃これ僕使ってたんですよね。<ー>スカイメイトって、まあ、座席が空いてるとき限定なんですけど、 2,3割ぐらいの値段で乗れるんですよ。20%だったか30%だったかぐらい。だいぶ安いですね。だいぶ安いでしょう。だから、プレミアムクラスっていうか、スーパーシートって言ったんだけど、それにアップグレードしても、安いは、ね、ぁー。そう。だか親から、あの、正規のうんちをもらって、うん、スカイメイトで、スカイメイト知らないから、うん、親は。え、<laughs> 古速のことやるな <laughs>。で、しかも、スーパーシートに乗って、やるみたいな。 あとなんかバイトバイトとかでも正規の運賃くれるんでスカイメイトに乗って安くあげてたりとか <laughs>、ね、あの地方行くバイトとかやった時に買え23歳ぐらいまで使えたんだけど21歳だったかな25ってなってました二、ね、25ってなってました昔よく使えましたねスカイメイトーんえなんかちょっとアナの話にもなっちゃいますけど大変ですねじゃあこれから。 特に穴が大変ってことですか、ねね、まあまあでも、これからやっぱり旅客需要は戻ってくると思うんで、うん、しかも航空運賃みんな上げまくってくからね、今ね。うん、もう今、国際線でビジネスクラスで、あの、ヨーロッパ往復するともう確実に100万円以上かかりますからね。昔は世界一周できてましたからね。ワンワールド。ワンワールドってのが今、JAL が入ってるアライアンス、うん、国際的なアライアンスなんですけど、うんうん、まあ、 アナのバイアスとアライアンスと入ってますけど、そ,ううそのアライアンスのその世界一周チケットっていうのがあって、それを買うと本当ねビジネスクラスでも百万円ぐらいで世界一周できてたんですよ。世界一周できてたんですね。要は基本的に国際線っていうのは往復チケットなんですよ。あ、そうだ私それで一回タイム見たことありますもん。うん、そうだそうだそう基本的には往復チケットなんで。うんうんうん あの、両方買わなきゃいけないんだけれども、うん、たまにその片道で、その行く人いるじゃない、うん、その移住する人とか、長期滞在する人とか、片道チケットだけで行くから、それが余ってる分があるんですよね。うん、片道分が余ってるから、それをこう、多分、埋めるために、そういう仕組みが考え出されたんだと思うんですけど、ヨーロッパに何日以上、アメリカに何日以上とか条件はあるんですけど、2週間、 以上旅するんだったらその世界一周チケットは結構お得で、うん、一番安い時期とかファーストクラスで130万とか40万ぐらいで乗れてまして<ー>ファーストクラス設定がある便が少ないですけどね、えー、じゃあ海外旅行行くのもすごくハードルが上がるというかでもなかなかそれで行ける人も少なくなったら飛行機使う人も減ってって、うん、じゃあ結局需要戻らなくてってなりませんか いやあでも戻るんじゃないかな海外とか見てるともう旅客需要がもう,うんものすごく回復してきてるんでアメリカとかうんじゃあそこは心配ない、はい、日本もそうなると思いますなるほどはいわかりましたはい、はい、ありがとうございますということでまあちょっとアナの話も出ましたが、はい、本日はまあ JAL を解説していただきましたはい、はいはい、以上ですはいありがとうございますはいということで本日は以上ですありがとうございました。 <laughs> プレータ江フミのブログでは言えない話毎週メールマガジン出しております僕のですね、えー、皆さんの質問に対する答え全部答えております、えー、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、えー、メールマガジン入ってみてください月額880円だいたい1週間あたり220円で1問当たり220円で必ず答えるということで、えー、ぜひ行、えー、ってほしい 雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題ということでストしッ